1日、箱根駅伝前、最後の合宿を行っていた青山学院大学。選手たちの間に漂う張り詰めた空気。この日から9日後には、20人から16人へとメンバーが絞られる。ここで選ばれなければ、箱根を走ることはできない。行われたのは25キロを5キロごとにスピードの変化をつけ、最後はレースペースに近い形で走るというメニュー。箱根をかけたチーム内のサバイバル。今年のチームについて原監督は、強いですよ、今年の方がトータル的に言えば。選手一人一人が高い力を持つという今年の青学。先月の全日本大学駅伝では2位に2分以上の差をつけて圧勝。箱根5連覇へ、メンバーを選ぶ原監督も選手のコンディションをより近くで見極めるため全力で臨んでいた。原監督といえば、サンキュー大作戦、サンキュー、あ、ハーモニー大作戦。ユーモアあふれる監督。この日も他の大学を研究していると思いきや、やっぱり監督とイケメンとはあれだな、坂井なわけだな。どうせ一番イケメンだな。お湯代表監督だったわ。そんな原監督も箱根駅伝直前のこの合宿では、もうこの時期になってトレーニングで遅れるようなことがあったら、それはもう論外な話になって、それなりに厳しいトレーニングだけども、いかに余力を持って後半上がっていけるかっていうところを見ますね。25キロを走り終えた選手たち、はい、どうですよ。その様子を観察する原監督、すると思いが来た。写真途中で出そうなってきて、お前リードでしょ、はい、これはい、練習が終わると、まあ、2人の離れたものもいたけどさ、食らいつく気持ちを持ってね、やっぱりやってください、ね、お腹が痛いとかつるとかね、それはもうね、勝負の世界は言い訳にしか過ぎないからさ。原監督が合宿で見せる厳しい目が青学を箱根4連覇に導いたと選手たちは言う。調子だったりっていうのを見抜く力があるかなと思ってて、まあ、いい意味で非常になって使わなかったりもするので、僕らと予想とは違うオーダーをバシッと組み入れてくれて、でそれがまたしっかりハマるというか。確かに前回の箱根駅伝では7区の選手を当日に変更、起用したのは初の箱根となる当時3年生の林圭介。あー、するとこの7区、本日変更の林が素晴らしいペース、区間記録のペースでここまで進んできました。青山学院大学、4年連続4回目トップで襷を渡しました。さらに山登りの5区でも異例の大抜擢、当時2年生の竹石直人。実はあんまり高校の時とかは本当に下りの方が得意だなっていうふうに思っていて、高校では下りを走るのが得意だったという竹石。山登りの5区を託した理由を原監督は、神野大地が山を走ってる姿と動きがね、非常に似てたんですよね。神野もどっちかというとこう横振りで、こう推進力で体のひねりで上へ上がるような走り走法なんですけど、それにある意味似てるところがあるので、原監督に登りの適性を見出され、初めて箱根の山に挑んだ竹石。まさに英知をかけるようにこの山道をひょうひょうとした表情で登っています。トップとの差を1分27秒も縮める快走を見せた。あれから1年、
さらなる成長を原監督は確信している。下半身の補強強化をね、取り組ませたスピードも出てくるんですよね、それぞれがもう個性を出していって、もうそれぞれが区間賞を狙う、もう完全区間賞優勝ぐらいしたいぐらい、ドラマにそうですよね。